ゆっくり飛行機チャンネル。霊夢、大変だ。どうしたの？今回も導入の茶番が思いつかない。はあ、よくあることだね。こういうのって考え出すとダメなんだよな。一瞬のひらめきが重要というか。ああ、ああでもない、こうでもない。相当頭を悩ませているみたいね。よかったら、私も一緒に考えてあげるよ。おお、本当か。みんなが協力してくれるととても心強いぜ。あ、協力といえば？というわけで今回紹介していくのは、ノースウエスト航空85便緊急着陸事故についてだぜ。ノースウエスト航空。ノースウエスト航空とはかつてアメリカに存在した航空会社で、昔はよく日本の空港にも飛来してきていたんだ。だが経営悪化に伴って、2010年にデルタ航空と合併することになったんだ。航空会社が姿を消してしまうのは、素直に寂しいものよね。さて、それでは今回も前置きはほどほどにして、経過の確認から始めていこう。お願いします。今回の出来事が起こったのは2002年9月10日のこと。ノースウエスト航空85便はアメリカ、デトロイトから成田空港までの旅客定期便で、使用機材はボーイング747-400 だった。日本によく飛来していたことから、ノースウエスト航空のジャンボジェットに愛着を持っている人も多いでしょうね。85便には当時54歳の機長、57歳の副操縦士に加え、交代要員として機長と副操縦士が1人ずつ、合計4名のパイロットが搭乗していた。デトロイト、成田便だとかなりの時間がかかるもんね。さらに14名の客室乗務員と386名の乗客を合わせて、85便には404名もの人たちが搭乗していたんだ。さすがジャンボジェットね、こんなにたくさんの乗客を乗せることができるなんて。現地時間14時過ぎにデトロイト空港の駐機場を出発した85便は、巡航高度の35,000フィートまで上昇。順調に成田空港に向けて飛行を続けており、出発からしばらくして機長と副操縦士は乗務を交代要員に引き継いでいた。彼らは休憩に向かったのね。だが出発から7時間後、アラスカ付近を飛行していた時に突然異常が発生した。何の予兆もなく異常が起こったの？一体どうしたの？なんと、急激な左方向へのヨーイングが発生、それに伴って機体は大きく左に傾いた。間違えてラダーペダルを踏んだり、操縦桿を操作してしまったとか？いや、もちろんこの時は自動操縦が作動していたので、誤って操縦桿やペダルを操作してしまったというわけではないぜ。機長は自動操縦を解除して、左に傾く機体を制御しようと試みたが、思うようにコントロールできず、かろうじて飛行姿勢を保っていた。そして次に彼はなぜ突然左に大きく傾いたのか、原因の検討を始めた。まず疑われたのはエンジン故障などにより、推力が非対称になったため、左にヨーイングしてしまった可能性だった。確かに十分考えられる可能性ね。だがエンジン計器を確認したところ、特に異常はなかった。そしてほどなくしてディスプレイには、溶断パーに不具合がある旨のメッセージが表示された。溶断パーというのはダッチロールと呼ばれる不安定な挙動を避けるために、垂直尾翼の方向打を自動的に制御してくれる装置のことね。霊夢ちゃん、妙に詳しいね。溶断パーに異常があるとの表示から、乗員たちは垂直尾翼の方向打に異常が発生し、急激なヨーイングが発生したのではないかと推測した。方向打は、垂直尾翼にあって、機種方向を調整するための打面だね。さらにラダーペダルを踏み込んでも機体の制御を取り戻せなかったことから、機長は何らかの原因で方向打に異常が発生し、これが固着したことが原因だと推測した。方向打の固着といえば、以前に US Air の事故を紹介したね。本当ね、全く同じことが起こっていたんじゃないの？いや、ノースウエスト航空85便と US Air 427便の事故の間には、運命を分けることになった一つの違いがあったんだ。それは動画後半でお話しするぜ。もったいぶるわね。機長がなんとか機体をコントロールしている間に、副操縦士は管制官に緊急事態の宣言と、最寄りの空港への緊急着陸を要請しようとした。だが85便が飛行していたのは無線の届かない空域だったため、付近を飛行していた別の飛行機を経由して、管制官に異常が伝えられることになった。こういう時の連携プレイはなんというか頼もしいわよね。全員が一丸となって協力している感じがするよね。85便は最寄りのアンカレッジ国際空港に着陸することを決めたが、相変わらず機体をコントロールすることが困難だったため、空港に向けて進路を取るのも一苦労だった。でも逆に言うと、完全な操縦不能にまではならなかったということよね。それがまだ救いだね。走行しているうちに異常を察知した機長と副操縦士がコックピットに戻り、機体のコントロールができなくなっていることを知った。さて、ボーイング機には、エアバス機に搭載されているある機能がなかった。パル機能。イーカムだ。
ECAM とは異常が起こった際、どのように対処すればいいのかをディスプレイに表示してくれる機能だ。パイロットはその表示に従って対処するのよね。だがボーイング機には ECAM が搭載されていなかったため、乗員たちは紙のマニュアルを確認する必要があった。だが悪いことに、彼らはマニュアルを参照したものの、対処方法が記載されておらず、文字通り手探りで機体のコントロールを試みていた。いざという時にマニュアルが役に立たないなんて。操縦桿、ラダーペダルは極めて重く、機長は全体重をかけて操縦桿を操作し、ラダーペダルを踏み続けた。ジャンボジェットの巨体を制御するために、どれほどの力が必要なのか。本来であれば操縦桿はそこまで重くならないが、方向舵の故障は機体のコントロールに大きな支障を与えていた。機体のコントロールが難しい状況で、慎重な操作が求められるこの場面、パイロットにこかる負担は計り知れない。うむ、この状況ではちょっとした操作ミスが致命的なミスにつながることも多いんだ。さらにこの時、相変わらず左へのヨーイング傾向が発生していたため、右エンジン推力を調整しながら左に傾きすぎないようにしていたそうだ。なんとかかろうじて飛行姿勢を保っている感じね。乗員たちはそれぞれ役割分担をして、操縦を交代しながら重い操縦桿を操作し、アンカレッジへと進路を取り、着陸に向けて高度を下げ始めていた。予断を許さない状況が続いていたものの、乗員たちの連携プレイにより、ようやくアンカレッジ国際空港の滑走路を捉えた。おお、あとは着陸させるだけ。そして滑走路に到達した85便は勢いよく滑走路に設置、機長は機体が滑走路からはみ出さないよう、細心の注意を払ってコントロールした。やがて機体は滑走路上で停止、85便は誰も怪我することなく、絶望的な状況からの生還を果たしたのだ。乗員たちの適切な判断と見事な操縦で無事着陸に成功することができたんだね。方向舵が固着した時は正直もうダメかと思ったけど、着陸に成功して本当に良かったわ。巡航中に突然急激な左方向へのヨーイングが発生し、乗員たちはその原因が方向舵にあることまでは把握していた。だがマニュアルには方向舵の故障への対処法が記載されていなかったため、状況に応じて細心の注意を払いながら機体をコントロール。4名の乗員全員が互いに協力しながら、アンカレッジ国際空港への緊急着陸に成功し、乗員乗客全員が無事生還を果たした今回の出来事。それではなぜ突然方向舵が固着してしまったのか、そして何が乗員乗客の運命を分けることになったのか。動画後半ではその理由をお話ししていくぜ。お願いします。緊急着陸の後、乗員たちが目にしたのは17度以上の角度で固着した下部方向舵だった。問題は方向舵が固着してしまった原因よね。調査員はまず方向舵のコントロールユニットを分解して、原因を調べることにした。そうすると固着の原因はすぐに判明したんだ。原因は何だったの？方向舵を動かすピストンの端にあった、ストッパーの役割を果たす部品が破断していたんだ。なるほど。そのストッパーが役割を果たせなくなり、外に飛び出したピストンが元に戻らなかったため、方向舵が固着したんだね。でもどうしてそのストッパーが破断してしまったの？どうやらその原因を特定することはできなかったみたいなんだ。固着の原因まではすぐに分かったのに。当初は金属疲労が疑われていたが、本来この部品は高い耐久性を誇るはずのものだったため、金属疲労の可能性は低いと推測されたそうだ。さらに事故機はボーイング747-400の初号機で、様々な試験飛行に使用されていたため、想定を上回る負荷を受けた結果、部品が破損した可能性も検討されたものの、これだという決定的な理由は最後までわからなかったそうだ。そうなんだ、でも破損原因がわからなかったのに、運航を続けるわけにはいかないんじゃない？確かに原因を全て突き止めて改善を施すのがベストなのだが、今回の場合はそうもいかなかったため、もう一つストッパーの役割を果たす部品を追加した、改良型のコントロールユニットを使用するように勧告されたんだ。とにかく方向舵の固着が起こらないようにする方向で、再発防止が図られたんだね。よって何らかの原因で方向舵のコントロールユニットが破損、それに伴って下部方向舵が17度という想定を上回る角度で固定されてしまったこと。これが飛行機の制御ができなくなった原因だった。破損原因がわからなかったのは残念だけど、とりあえず対策が施されたようで安心したよ。さて、それでは先ほどに軽く触れた、US Air の事故と何が違ったのか、その点について説明していこう。そうそう、そこが気になるわ。US Air の事故については以前に動画化しているので、詳しくはそちらを参照してほしいのだが、軽く経過を説明しておくと。1990年代にボーイング737で方向舵が固着、制御不能となる事故が3件連続で立て続けに起こり、うち2件では多くの犠牲者が出た。
一連の事故原因は、冷え切った PCU と呼ばれる部品に高温の作動油が流入し、方向舵が固着、制御不能になったためだった。今回の事故と US エアーの事故、どちらも方向舵の固着を起こしたという点では共通していたんだね。どうして85便は US エアーの事故と違って、空港まで戻ってくることができたのかしら。その理由は異常を起こした箇所にあったんだ。え、方向舵でしょ？方向舵は方向舵でも、747の方向舵は、上部と下部、二つに分かれていたんだ。一方で連続事故を起こしたボーイング737の方向舵は、ボーイング747と違って一枚だけで構成されていた。今回の事故で、下部方向舵は使用できなかったものの、上部方向舵が使用できたのは不幸中の幸いだったということだね。確かに上部方向舵まで固着していたら、無事着陸することはできなかったかもしれないわね。以上のことからかろうじて機体のコントロールが可能だった85便は、空港に着陸することができたというわけだ。そして無事生還できたのにはもう一つ大きな要因があったんだ。もう一つの要因？乗員たちの役割分担が適切で、全員が協力して機体をコントロールしていたという点から、機長のクルーリソースマネジメントが適切だったことも決して見逃すことのできない点だった。本当ね、機長が全てを一人で背負い込んだり、副操縦士に任せたりするのではなく、4人全員が力を合わせて対処したという点も生還できた要因の一つなのは間違いないわね。よってボーイングのフェイルセーフシステムである、上部方向舵と下部方向舵の分離が適切に機能したこと。そして乗員たちのクルーリソースマネジメントが極めて適切だったことから、機体の制御が著しく困難な状況にもかかわらず、緊急着陸に成功することができたんだ。というわけでこれがノースウエスト航空85便緊急着陸事故の概要だぜ。綺麗事に聞こえるかもしれないけど、困難な状況においてこそ、みんなで力を合わせて乗り越えていくことが大切なんだね。いやはや、このシリーズを作っていて本当にその通りだと改めて実感したぜ。それじゃあ、ゆっくり空港紹介のコーナー。今回紹介するのは天神、ヒラリー空港よ。別名ルクラ空港とも呼ばれるわ。なんだか聞き覚えがあるようなないような。確か、危険な空港ランキングの動画で見たことがあるような気がするよ。そう、この空港はネパール、ルクラにある空港で、なんと標高3000メートル弱のところにあるのよ。すごく高いところにあるんだね。しかも滑走路は以前紹介したファンチョ、ビョラスクイン飛行場には負けるものの、たった500メートル程度と引けを取らないほどの短さを誇るわ。なるほど、これは危険な空港ランキングに入賞するのも納得だな。というわけで今回は説明はほどほどにして、このルクラ空港に着陸してみることにするわ。お、シミュレーター再現か。それじゃ映像をご覧ください。おお、すごい傾斜だな。離陸はこの方向から、着陸は逆の方向からと、離着陸の方向は決まっているそうよ。崖に向かうみたいで怖いな。周りの山々もすごいよな。こんなところに空港があるなんて。というわけでこれがルクラ空港の離陸風景よ。パイロットにはこのような景色が見えているのね。こりゃすごい絶景だな。というわけで次は着陸編よ。滑走路を見つけるのも一苦労だ。空港の標高が極めて高いことも、着陸が難しく、危険だと言われる理由の一つね。しかし最近のシミュレーターはリアルだな。これは最近話題の MSFS というソフトよ。ちなみにいつも再現に使っているのはプリペアードと呼ばれるソフトね。山がとんでもなくリアルだ。本当にすごいね。さてさて、もうすぐ着陸よ。これはさっき離陸した方角と真逆からの侵入なんだよな。その通りよ。近づくと滑走路の短さがよくわかるね。ちゃんと止まれるのかな？大丈夫よ、任せなさい。これレイムちゃんの操縦だったの？いやいやいや、怖い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 。大丈夫、死にゃしないわよ。ああ、今までの記憶が走馬灯のように。着地した？あとは止まるだけ。うおお、揺れる揺れる。むむむ、制御が難しいわね。さて、ここまで減速すれば大丈夫でしょう。ああ、死ぬかと思ったのぜ。生きて帰ることができてよかった。というわけでゆっくり空港ツアーへのご搭乗誠にありがとうございました。傾斜で下ってるみたいだけど大丈夫なのか？おっと、駐機場に戻るまでがフライトよね。しかしすごいところに空港を作ったもんだな。何のためにこんなところに空港を作ったんだろう。どうやらルクラ周辺はエベレストの登山口があるそうよ。そのため一定の需要はあるんだとか。というわけで今回は語るより見てもらう空港紹介コーナーになったわ。今後も面白い空港があればシミュレーターを使って紹介していきたいところね。それじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。